はい、またちょっと違う部屋に連れてきていただいたんですけど、ここはギアーズという、はい、いろいろこうスイングの測定ができるお部屋というところで、はい、ちょっとギアーズの説明をお願いします、はい、ギアーズがですね、はい、高性能カメラをですね、この空間上に8台、はい、8台、はい、この8台のカメラが360度空間を感知していて、はい、よくあの映画の CG とかの撮影で、はい、センサーつけて人が動いたりするモーションキャプチャーっていうのがあるんですけども、はい、それをゴルフに応用したのがこのギアスというシステムになりますね。360度撮影して、はい、どんな動きをしているか、そうですね、どういう動きをしているか、はい、分かる、はい、ちょっと早速どんな風に映るのか、はい、ちょっとやってみましょうか、うん、お願いします、はい、もうこれがですね、クラブにセンサーがついていてですね、すごい動いてる、はい、あ、すごい、あ、これ動かしていく、すごい、すごい、はい、くるくる回しても動く、いきます、はい、ナイス、ありがとうございます。では今ですね、もうすでに読み取っていて、まず一番はですね、はい、打点の位置がちゃんときちんとより正確に見えるっていうところが一つ、はい、クラブの入射角の動き、うん、あと入射角度ですね、うんうんうん、っていうのを見ていきます、うん、でその他に実際に当たった時のロフトでしたり、一番の特徴がシャフトのしなりっていうのを数値化しています、はい、56.02 というのがシャフトの横しなりです、はい、この反っている部分がこれが約 5.6 センチ逆にしなっているよっていうふうに見ています。でその次のこのルループというのがこの縦しなりを見ています。このところですね、縦にしなる、はい、なので横への動きとスイング中縦に落ちるっていう動きがシャフトには あるんですけれども、このバランスがどうかっていうところによって、うん、あの合うシャフト合わないシャフトっていうのもある程度見ていけるんですね。でこの落ちる度合いがですね、小さければどうしてもヒールに当たりやすいですし、うん、大きければ先っぽに当たりやすいという特徴があるので、ヘッドの好みの大きさによって落とす量を変えていくとちゃんと真ん中に集まります。私の場合はどうなんですか？数字だけ見るとですね、横のしなりがすごく大きいタイプになると思います。しならせてないと思ってました、クラブ。結構逆ですね、すごく腕をしなやかにお使いになるので、うん、シャフトをうまくこうムチみたいにしなやかに使ってらっしゃるので、あんまり柔らかいクラブだとこの逆しなりが多くなりすぎてしまって球が暴れたりとかっていうのが起きやすいので、うんうんうん、この黄色いですね、薄い線がテイクバックの線です、はい、でトップを着て切り返すと今度濃いオレンジ色の線になるんですけれども、うん、トップのから切り返しの動きだけを見るとどちらかというとドロー系の動きなんです。へえ、これはドローの動きなんですか？そうですね、少しトップに関してですね、ここがヘッドトップを着て左にこうヘッドが動きますよね、うん、この動きでドローを打つ人の特徴でもあるんですね。でフェード打つ方っていうのは今度逆でこっちの右側に今度動いてきやすいんです。すごい、プロと同じスイングかどうかとか見れるんです。いますか、こういうスイングするプロゴルファーは？今のトップからの切り返しっていうのは非常にプロの中では多いですね。へー、この右の人がですね、青い人がこれリッキー・ファウラーですね、うん、アメリカのプロなんですけども、この人の上げてから切り返しがちょっと見えにくいんですけど、上げてから1回ヘッドが内側に入るんですね、うん、この動きはこっちのコンパクト動きと似てる部分ですね。でこの人の場合はですね、インパクトに向けてですね、シャフトの落ちる量ですねが大きいんです。この縦しなり、そうですね、先ほどインパクトではですね 26.84 だったのに対してこの人51、すごい、すごく落ちるんですね。ですので当たった時のフェースのどうしても先っぽに当たりやすいっていう。シャフトの逆しなりに関してはですね、
もちろん逆しがりが大きければ大きいほどボールに与えるエネルギーっていうのは大きいんですけれども、その分暴れやすいんですね。ですのでよく言われているのは逆しがりが最大限になって、で終わった時ぐらいに上がるっていうのが一番安定するって言われてます。で見ていくとですね、インパクト手前ぐらいからですね、大体この49、50、51っていうふうに52、54でどんどん数字が大きくなっていってしまってるんですね。そうすると最大の逆しがりが終わってない時に当たってしまってるので、どうしても暴れやすかったりとか、逆にこのしなりが大きすぎることによってロフトが上を向いてしまいやすいので、球が上に上がりやすかったり、逆にトップしたりっていういろんなミスが出やすくなってきますので、スイング軌道としなりとその人がどんな風に体を使ってるかがここでは見れる。そうですね、はい、というところ、はい、一通りフィッティングさせていただいたんですけど、はい、私本当に今まで自分の感覚だけでクラブこれがいいのかなって選んでたんですけど、これが好きこれが嫌いっていうのが今回のデータとかで説明してもらって、はい、自分が選んでたものがどうしてこれなのかっていうのが分かって結構すっきりしました。よかったです、うん、はい、で今後のクラブの選び方とかも、なんだろうな、でもまあここでやりたいなとここで全部見てもらって選びたいなって本当に思いました。新商品もいっぱい出てくるので、うんうん、はい、試せますね。そうですね、はい、やっぱりプロに任せて選んでもらう、まあ、買う買わないにしても一回ね、あの予約とかして皆様もご視聴者の皆様も来てみたらすごく新しい発見があるんじゃないかなと思いました。事前に予約したい方はあのこちらの概要欄に URL を貼り付けておりますので、クリックして予約してみてください。皆様ご視聴いただきありがとうございます。高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ